皆さん、おはようございます。ゆずなでーす。はい、ということでですね、今日は今ただいままだ6時、朝の6時24分かななんですけど、今日はなんとアーティストゆずなの初シングルのミュージックビデオ撮影でーす。イエーイ。まあ、昨日はね、実は1日ジュースクレンズをして、まあ本当はね3日間とか2日3日やらなきゃいけないんですけど、まあ、昨日は急遽ね、まずちょっとイエス東京さんでジュースをいただいたので1日だけクレンズして、でもちょっとねだいぶすっきりした気がする、顔が。朝は今日は昨日の夜梅大根汁を作って、もうほんと昆布と鰹節と殻取っただしとあと大根煮て梅ちぎって入れてみたいな感じなんですけども、それもねデトックス汁デトックススープみたいな感じになってるので、まあ、それを回復食として一応ね、まあ、1日だけなんですけど、まあ、やりました。で今日はさっきサラダを適当にパパッと作って、お昼は自分で持ってたサラダを作りたいなと思います。でもぐっすり割と寝れたので調子もいいと思うので、いい作品を撮れたらなと思ってます。そして今日はなんとミュージックビデオのエキストラに私のフレンズのが出てくれるので、後でまた紹介したいなと思います。あー楽しみ。本当にすごいね、素敵なスタッフさん、スタッフの方々に、支えられて行うことができるので、私も気合を入れて頑張りたいなと思います。頑張るぞ。行ってきます、あいちゃん。行ってきます。頑張ってって、もう頑張ってって、ありがとうありがとうお座りはできます。フィッティングを終えてメイクに入ります。衣装は後ほど紹介します。今からするメイクはどんなメイクですか？ナチュラル。最初ナチュラルです。最初はちょっとまあうなだれてるようなシーンとかを撮るので、うんうんうん、ちょっと途方に暮れてるようなそういうのを出せたらなと思います。でも今日基本的にそんな感じですか、全体的に。割と全体。でもその中盤の一番長いカウンセリングシーンを、うん、そのどっちに寄せるかを相談っていう形で現場で。なるほど。はい。要相談ですね。要相談。最初はナチュラルな感じで。これメイクはまだ完成じゃない？もうちょっとですね。もうちょっとだって。髪も割とドライな感じで、うんうん、ちゃっちゃにしない、作りすぎない、うんうん、作りすぎない。なんか結構ストーリー性強いんで。そうです ね。じゃーん。個人的にはこの目にちょっとかかるこのニュアンスが好き。このニュアンスがこの推しポイントのようです。1着目のサリボンのパンツとニットです。最初のシーンのロケに向かいたいと思います。始まります。スタジオに移動してお昼ご飯を食べました。と今からエキストラの子たちが到着したみたいなので下に行きたいと思うんですけど、朝話した、スペシャルフレンズゲスト。あっ、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。かわいい、めっちゃ。まあ、これはもう終わったんだけど。朝の違いえ、YouTube これ。そう。え、映っちゃうの？映っちゃいます。無理。無理そうやね。全然嬉しそう。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。エキストラのスペシャルフレンズゲストは誠とくるみでした。合計9名の方が来てくださってました。ありがたいですね。チェンジに入ります。次はどんな感じですか？次は
動きをほうほうほうしたくて部屋でも。なるほど。ゆずちゃんの、うん、なんか太いんだけどクリアな声とかも、うん、私の中で結構アメリカンライブの印象があるので、そこも含めて照明もね、めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、暗いトーンなんだけど結構陰影が出るから、うん、そこで髪も表情を出して、うん、はい、イメージです。なるほど、嬉しいです、本当にこうやっていっぱい考えてもらえて幸せもんや。一人じゃできません。はい、ということで2週目が始まります。衣装もこんな可愛い、みんな待ってくれてるのね。行ってきます。このね、衣装がまあ一番メインなんですけど、全身サリバンです。大好きサリバン。まあ結構メインのこうみんなでこう、なんだろう、輪になってそれぞれ悩みを話し合うみたいなシーンは終えまして、このあとイントロとがまだまだ控えてます。あとは私はこのあとは部屋のシーンがあって物をぶち壊すシーンがあります。ダンスをやられてる方が多分キャストの皆さん多いから、普段多分そんなに座って何かを何もしないでじっとするってことが多分ないと思うんですけど、ずっと今日は座ってやってくれてます。頑張ってくれてます。はい、行きまーす。じゃあ、行ってきます。イントロシーンです。はい、3パターン目、3着目です。これがラストのシーンです。もう外は暗くなってきました。いいお時間です。お待たせしておりますので、降りることにします。お待たせしております。そして少し押しております。うーん、私の部屋、お部屋のシーンなのでメイクはナチュラルです。こんな感じ、髪の毛もゆるい感じでいきます。ご覧ください、この残骸たちはひどい。本当にこれは誰がやったんでしょうか。本当にひどいですね。本当にひどいです。これは事件です。これは誰がやったんでしょうか。正解は私だー。イエーイ。じゃーん。パンパーン。はい、無事にアップしました。オールアップ、この粉々は私です。これも私です。いやー、無事に終わりました。